今からマイケル始まります。スカイ大好きなイナナーに来ました。うまい。今羽田空港にいます。ちょっとアメリカに行きたいと思います。その前にですね、憧れのですね、ボンゴさん系列のおむすびを食べて日本を立ちたいと思います。でか、そぼろ卵黄、うまい。すごいふわっと握ってあるからすぐ崩れちゃう。ちりめん生七味、うまっ。逃亡者のようにご飯を食べています。では日本食を食べて行ってきます。さあ、というわけでまずロサンゼルスに着きました。わかるかな。とりあえずロサンゼルスを楽しみたいと思います。ところに来ました。ちょっとお散歩します。ピーコックってクジャクって意味なんだ。日本のスーパーでさ、ピーコックってあるんだけど、クジャクってこと。そう、あ、確かにクジャク、なんか鳥のマークかも。マークだよね。そうだ、あ、確かに。え、気づかなかった。気づかなかった。え、馬も家の前の家にいるよ。え、野良馬ってこと。野良馬じゃない。俳優だけど、うん、馬が乗って押せるとこがある、高いとこに。ああ、なるほどね。馬に乗っててもこう、うん、押せる。パイレーツ・オブ・カリビアンに出たという洞窟。結構な。頑張れ。右から行けば。またまた住むように旅をするということでスーパーにやってまいりました。ホールフーズ。規模が違います。松ぼっくり。松ぼっくりやったら、これパインコーンでしょ。ファイルコーン、ファインコーン、ファインコーン。やっぱなんか楽しい。これハロウィンのかぼちゃを切り取るキットだそうです。アメリカですね。これアメリカで好きなお菓子。ライス。うん。確かに食べる。
これは夜中に食べる人だよ。それで買えるから。うん。味噌って味噌。すごい、結構アジアも。おはようございます。泊まらせてもらってるところの近くに馬、かわいい、きれい。今日一日始めます。朝ごはん食べます。あ、すごい、ダイナーないな、ないな、そうそう、いっぱいこういうの。 There's some menus and your server will be right with you. OK。 すごい混んでない。確かに、朝からね。朝からね、しかも平日。確かに。 Hi, how are you doing today? Great, how are you? I'm good, my name's Marcel, I'll be taking care of you. Can you get started and give me a drink? Yeah, I have mango. OK, I have orange, mango, guava or cranberry. Orange. Orange? Yeah. Cool. ミモザ、あの、ジュースの。ああ、ジュース、それ、同じの。なんか、いろんなのあるよ。オレンジ。2? Okay. And then, I just water. Sure. You got it. Thank you. Wow. アメリカ人は朝、ミモザを飲む。それ、すごいね。朝から。朝。パンケーキ、バーガーもあるし、サンドイッチもあるし、ステーキもあるよ。なんか謎に照り焼きステーキみたいなの。そうか、じゃあ甘じょっぱいのを食べたかったら、うん、別で目玉焼きとか頼んで、うんうんうん、っていうことか。そういう感じ。じゃあスモークベーコンと卵を、うん、にしよう。パンケーキ、はい、いいですね。朝からミモザいただきます。シャンパン入りオレンジ、うん。朝ごはん来ました。デカパンケーキ、スクランブルエッグ、ベーコン、タコス、フレンチフライ、アメリカ。こういう甘じょっぱいのが大好きすぎて、うん、タバスコ、タバスコはこっち、すごい好き好きやで、うん、なんか日本でもロイヤルホストとかに、うん、おー、朝ごはん、うん、あのパンケーキ食べに行ったり、ちょっと舐めただけで結構辛い。タコスいただきます。レモンがあるよ。タコス、うん、うん、うん。サンタモニカピア。フルーツどうでした？あ、フルーツ売ってんの。いいね。こういうところのさ、シリンプも好き、なんかもう揚げた。あ、ガーリックシリンプみたいな？フォレストガンプとかのやつ？これそうだよ、フォレストガンプ。あ、これ？ブバガンプ。フォレストガンプ見たんだ。見たことあるんだ。あるある。これこれフォレストガンプの。本当だ、ブバガンプ。これブバガンプってフォレストガンプ。Well, I do, but not.アメリカっぽいお菓子ばっかり。ほんとだ。Let's go! Let's go! いろんなパフォーマンスをやってます。
若者に人気のこれお菓子人気なんだ人気じゃない。お菓子をちょっと食べてみてって言われたので食べてみます。食べてみます。何味だ。グリーンの飴、飴ちゃん。酸っぱっ、あー酸っぱっ、やばい、唾液が止まんない、やばっ。皆さん、ここはですねプリティーウーマンが撮影された場所なんです。ロサンゼルス滞在最後、朝です。朝10時半、大好きなイラナーに来ました。ここはあのハンバーガー屋さんなんですけど、ロサンゼルス来たらちょっと好きで必ず来ます。あ、ここはね、こうやって T シャツも売ってて、自分用に買おう。スペシャルソース OK? 2 Great, yes, thank you. Thank you. 23 言ったよね。でも見せたけど。あ、23? 来ました、チーズバーガー。これがプロテインスタイル、パンがない、フレンチフライ、おいしそう。いただきます。いただきます。うまい、なんかめちゃめちゃ美味しい。バンズがふわふわでちょっと甘みがあって、うん、フレンチフライ、うまっ、揚げたてね、スペシャルソース、うまっ、サウザンアイランド、おいしい。今アメリカの国内線の乗り場に来ました。今からじゃーん、こちらに乗って初めてのラスベガスに行きます。行ってきます。ラスベガス着きました。すごい、もうラスベガスらしい、初めてのラスベガス、楽しんできます。今日から泊まるホテルがこちら、ベネチアンです。すごい、すごい、やっぱ雰囲気めちゃめちゃ出てる、広いホテルの中なのですが、もう部屋に行くまでの道ですごいよ、始まってる。
これがホテルの中で、フードコートもあって、ホテル出なくても楽しめる。207。お、207、開けます。お、ルームツアー。おー、まずちょっとこっち行きましょう。おー、めちゃいい、ベネチアン。ソファーがあって、ここの景色は、お、おお、すごい、いいです。あ、なんかライブやってんだ。いいですね。そしてここがバスルーム。おお、最高。シャワーとバスが別になって最高ですね。すごくおのぼりさんですね。さすがベネチアン、ホテルの中にゴンドラが。すごい、もう室内だけど外みたい。カクテルをロボットが作ってる。シェイクすんのかな。おお、うわ、こぼし左側は何してんだろう。お、早っずっと待ってたんだ、長いこと。置くとき丁寧だけど、その後早っできた。乾杯。アルコール強まずいよロボットにちょっとだいぶ酔わされそうです。混ぜたらめっちゃ美味しい。すごい、これがベガスだ。わあ。あ、あ、本当だ。ウェディングもやって、めっちゃ食べてる人、ブライドメイド本当だめっちゃ食べてるめっちゃ食べてお祝いしてる。有名な噴水のショーが始まりました。おお、水であんな音する。表情変わる、すごい後ろみたいな。
今からこちらマイケルの塔を見ていきます。今からマイケル始まります。マイケル・ジャクソンのワンシルク・ド・ソレイルのやつ甘噛みしてますが見てきました。面白かった。初めてラスベガスのショーを見ましたけど、もうね、もうどこ見ていいのっていうぐらいいろんなことが起こる、プラスはるかにそっくりなギタリストの方が出てきます。これから行く方、ギタリストの方注目してください。面白かった。指示がある。今からゴンドラに乗ります。こっから入るよ。あ、壁のホテル、フラミンゴホテルって言うんですけど、本物のフラミンゴ。ラスベガス何でもあるわ。フラミンゴまでいる。まるでパリのようにエッフェル塔が。登ります。今からシルク・ド・ソレイユの王を見ていきます。王を見てきました。最高。皆さんが称賛して絶対見た方がいいっていうのが分かりました。見るところがいっぱいありすぎてどこ見ていいか分かんないぐらいだったんですけど、もうね、最高ですね。もう夢の中にいるみたいな、あまりにすごすぎて感想がとても薄くなってしまいました。とにかくどこ見ていいか分かんない。絶対見た方がいい。で、今回はるかに似た人は、出てませんでした。外の景色を撮りたいのに、顔を覆う設定が解除が分かりません。解除が分からなくて、もうちょっと外のラスベガス撮るのが分かりません。皆さんが酔っちゃいますね。じゃあラスベガスはバイバイ。
ト66。のいわゆるダイナー、めちゃくちゃかわいい。ジュークボックスあったり、映画、カーズの舞台になったところ、エンジェルさん、まあね、エンジェルも、ね、96歳くらいだったかな。ちょっとお店にいらっしゃる方も今ないんですけど、うん、でもまだね、あのお元気にされてるみたいな。へー、うん、あーカーズ、うん、へー、うわもうカーズ、おーカーズの世界、かわいい。And I'm not sharing, not like these guys. All right. Yeah, yeah. All for you. No, absolutely. I had somebody tell me recently, they're like, well, sharing is caring. I said, well, I don't care. You get it. シンプルハンバーガーですね。すげえ。私が悪いんですけど、キャッシュオンリーで降りるときにどうするのかっていう。Japanese comedian. Yes. You? Tyler, American comedian. It's American joke!